キャットフード。キャットフードは工業的に生産された猫用飼料である。猫の飼育に適した蘇生が工夫されている。本来肉食性である猫はタウリンなど必須栄要素が多い。市販のキャットフードはそれらを含んでおり、その他のペット用の飼料は主食として猫に適さない。生産や流通しているものは海外産が多く、特に魚肉の猫缶はタイ産が多い。 魚肉の猫缶において、体酸が多いのは、人が食べるシーチキンに、体酸が多いのと関連している。シーチキン向けには、不適合な赤身闇を猫缶にしているからである。すべてではなく、白身を売りにしているものがあるが、安価な缶詰は、こういったものが多い。国内では、ペットフード、飼料の法律が甘く添加物などを表記しなくてもよい。ため、合成保存料。 合成酸化防止剤などが添加されていても表記していない場合が多い。これらを嫌う人は海外のサイトを探すとアメリカなどは全数表示が義務付けられており BHT や場といった表記で確認することもできる。一般的なブランドの多くが食品産業等の廃材を原料に使用している。主な使用原材料の例では鳥リ産物庫。 副産物こと表記されているものが多い。これは動物の皮や内臓、骨、毛までに至るまでのものをほぼ全てのものを粉末化しているものである。また、重視など油系はレンダリングといって動物類を煮て油を抽出したり、大手ファーストフード店などから回収した油をフードに転用しているという説もある。この場合、特にショートニングのような加工油脂には、 自然には存在しないトランス脂肪酸を含む場合が多い。また、レンダリングの場合悪く言えば、主体のごちゃ混ぜであり、品質的には悪い可能性が高い。なお、国内にもレンダリング工場が存在する。近年は、ドライフードという自然界にはない存在。過剰に処理され、固形となっていることと並んで、これらのトランス脂肪酸や添加物などの点が、猫の年齢に関係した。 病気の元になっているという説や、猫は基本的に肉食動物であり、穀類は不要であるという説もあり、アレルギーなどの原因という主張している会社、人も多い。市販されている一般的なブランドの多くが基本的に穀物ベースで、あ、多くは穀物類、大量のトウモロコシや米を含み、これに肉類と必須ビタミン類を添加している。また、蒸気の重視や、 副産物庫、ダイジェストを添加している。穀物類や副産物庫などを使うのはコスト削減のためであり安価なフードにするには欠かせない。近年では中国産原料の使用や材料の汚染なども問題になってきている。蒸気のような現状から一部のペットフードメーカーはもっと自然な製法、安全なフードを売りにするメーカーがある。 穀物や副産物類の含有率が低く、中には、オリジンのように穀物を全く含まないブランドも若干ある。自然派ブランドの多くは、人間が食べられる品質の原材料、製法や管理などの方法を使用し、ヒューマングレードと称している。この種のブランドの多くは栄養を、猫の自然な食事に合わせるため、生の材料から作られている。自然派ブランドは、一般的に、 生肉に内臓、魚、粉砕骨、ハーブある、種の生の植物、補助栄養素を加えている。ハーブ類も加えられることもあるが猫に有効性があるかは詳しくわかっていない。またこれらの安全なペットフードはインターネットの普及により、インターネット通販サイトなどで手軽に購入することができる。自家製の飼料を与えている飼い主もいる。既製品では、 安全なメーカーであっても原料が汚染されていたと後からわかることもあり、どんなに安全と言っても自らが製造を見たわけではない。自らが材料を探し、作る手作りは究極の手段とも言える。調理済みの肉や生肉、粉砕骨、野菜ピューレに添加物としてタウリン、その他ビタミン剤を加えている。本来、猫は生肉に含まれる多くの細菌に対して、 抵抗力があるが、肉には寄生虫その他病原体が含まれることがあり、そのため一旦凍結させてから用いることがある。薬虫、寄生虫の生態、卵は冷凍によって破壊される。添加するビタミン剤として、人間用のものを用いる場合と、猫専用のものを用いる場合とがある。獣医師は、自家製飼料に消化酵素を添加することを勧める。場合がある。 このような自家製飼料に類似した生食をパッケージにして販売する業者もある。パック入り飼料は冷凍保存し、必要な部分だけ解凍して与えるのが普通である。手作りを支援する会社もあり、例としてオーストラリア等ではカンガルー肉のパックなど手作り関係も充実してきている。何年も前から菜食主義キャットフードが販売されている。 これは主に菜食主義者である飼い主をターゲットにしたものである。菜食主義、キャットフードに対しては、ほとんどの獣医師が反対していい。猫は肉食動物であり、肉からでないと十分な量を摂取できない栄養素を必要としているからである。そのような栄養素の中には、タウリン、アラキドン酸、ビタミン A、ビタミン B12、ナイアシンが含まれる。 これらは植物性材料からは十分得られない。もっとも猫はこれらの多くを合成することはできる。これらを適切に添加したとしても多くの再食主義、キャットフードには他の問題もある。尿が酸性になる問題は肉ベースの資料では起こりにくい。若干のメーカーは老子のキャットフード栄養素生基準老子、エスキャッツフードニュートリアントプロフィールに 合格しているというラベルを貼っているが、それ以外のメーカーは、製品単独で用いることを勧めず、他のものを足す必要があるとしている。この指示に従わず、後者を、総合栄養食だと思い込んで、愛病を栄養失調にした経験を持つ飼い主も、多い。菜食を、猫まで押し付けるのは、菜食主義の自分に肉食を強制されるようなもので、あり、自己中心的な行動と言える。 市販のキャットフードは固形飼料、ドライフード、または缶入り、猫缶であることが多い。猫缶類似の成分をパウチに入れたブランドもある。もっともパウチは猫のおやつとして用いられることの方が一般的である。生の飼料を冷凍して販売しているメーカーもある。パイ状、メダル状に分割して、日本国内では見かけないが飼い主が自分で分割できるように大きな ブロックのまま販売される。固形資料はそのまま袋詰めにされ販売される。その状態で数ヶ月、あるいは数年間も長期間保存できる。社交性を売りにしたパッケージやチャック付きのパッケージもあるが、参加の点から開封後は早期に使うことが望ましい。猫缶はもっと小分けにして販売される。3、5.5、13オンス、グラム換算で、 それぞれ約85、156、369巻が一般的である。冷凍飼料はポンドいくらで販売される。猫の塩数や獣医師はできるだけ猫缶、自家製飼料、生飼料を増やすべきで、すべてをこれらにしてもいいと推奨している。これらの飼料が水を多く含んでいることが理由の一つである。 固形飼料と水で育てられた猫より健康に良い量の水を摂取できると考えられるからである。またこれらの飼料は総じて穀物他の炭水化物の量が少ない。固形飼料に比べ猫缶や生飼料の組成の方が猫の自然な食事に近い。固形飼料の利点は長持ちすることと安価であることである。猫缶自家製飼料、生飼料を用いると猫の株尿の疾患。 糖尿病、慢性腎不全、便秘、字として巨大結腸を引き起こす、肥満等がはっきりと減少すると一般的に考えられている。多くの飼い主が猫缶主体で飼育した場合に起こりやすいかもしれないとされる歯科上の問題よりも、これらの方が明らかに問題であると考えている。固形資料を主とすることを勧める園数や獣医師もいる。 固形資料は噛み砕く必要があるので、その際死石が取れるというのである。しかし近年この利点は大したことがないとされた。獣医師によっては、猫缶、特に興味のものや、プルトップの缶に入ったものは、甲状腺機能更新症と関連があると信じている。自家製資料は、固形資料や、猫缶よりも高校内の健康に何がしかの液があると思われるが、 高校内の健康にとっては、歯ブラシや獣医師による清掃には及ばない。便利かつ安価なので、飼い主はしばしば固形飼料を好む。価格の差は明らかであり、そればかりか数日間も放置して、猫に自由に食べさせることもできる。一方猫缶や生飼料は、数時間で腐ったり、まずくなったりする。しかしながら何日も置くのは酸化の点からも良くなく、 食べたフードは唾液などがついていることも多い。衛生面では良くないため回数を決めて出したり、猫が近づくと開いたりする、フードトレー、タイマーセットできるものもあり有効活用すると良いだろう。残飯よりも専用に調整された資料の方がペットのためだというのは周知のことである。たまに残飯を与えるのは構わないが、過剰にあてがうとペットの栄養バランスが崩れる。 コンプリートバランスと、栄養価が完璧で、バランスが取れているのいと書かれた、キャットフードを購入することが、ペットにとって、栄養的に望ましい。コンプリートバランスとと表示するには、分析試験、または飼育試験の結果が、全米飼料検査官協会の基準を満たす必要がある。老子の猫栄養専門分科会、フィラインヌートリションエキスパートサブコミュニティ、フンズは、 新しい栄養成分の基準を発表した。この基準は1992年に決まり、その後1995年に研究成果を反映させて書いて入れた。これまで老子が認める権威として、全米科学研究委員会が勧告を行ってきたが老子の栄養基準はこれを置き換えるものである。老子の栄養成分の基準に基づいて、コンプリートバランスと表示された資料は、 定められたすべての栄養素の量が各々一定範囲に収まっていなければならない。分科会は現在の猫の栄養に関する情報を考慮してそれらの範囲を決定した。栄養素の比率はキャットフードメーカーが飼料を生産する際の情報として活用できるように定められている。現在の基準では栄養価にはライフステージによって成長、出産期向け、 性病の健康維持向けの二つが定められている。このため性病向け飼料ではいくつかの栄養素が減らされており、過剰摂取を防ぐことができる。また、いくつかの栄養素については、最初から最大摂取量を守るようしつける必要がある。栄養失調より栄養過剰が今日のペットフードの多くに共通する問題にな、いるからである。飼育試験のプロトコルも改定された。 このような改善の結果、老子の栄養基準、または飼育試験の合格ラベルがある場合、コンプリートバランストという記載はさらに、信用できるようにな、消費者のためになった。これ以外のシールや、宣伝文句、他の機関を名乗った証明などは安全性を増すものでは、なく、消費者を惑わすものとなりうる。以下の表に老子の栄養基準を掲載する、猫用。なお、 乾燥状態での表示であることに注意すべきである。商品に掲載されている分析結果は資料の状態でのものである。それらは乾燥状態にしないと意味のある比較ができない。猫缶では75%が水であるから乾燥状態の4倍の量として表示されている。固形資料では10%が水であるから1.1倍になっている。 国内でもローコクリアと PR するものもあるが、あくまでも基本的なものであり、参考程度にするべきである。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。